大久保つと3月11日帯は、日本の政治家、福岡県久留米市長、財務副大臣、参議院経済産業委員長、参議院議員等を務めた。福岡県久留米市、安武町生まれ、久留米市立安武小学校、久留米市立筑豊西中学校、福岡県立秋吉高等学校、京都大学経済学部卒業、大学卒業後、 1984年に東京銀行入行。1994年モルガン・スタンレー証券に入社した。2004年第20回参議院議員通常選挙に民主党公認で福岡県選挙区から出馬し、84万票余りを獲得してトップ当選した。2010年第22回参議院議員通常選挙に民主党公認で出馬し、 福岡県選挙区で自由民主党新人の王や里氏に次ぐ任意で再選。2012年、第3次、野田改造内閣で財務副大臣に任命された。2013年10月、参議院経済産業委員長に就任したが、12月5日、政府提出法案の審議を拒否したため、自民党から解任決議が提出され、大久保、水、 岡俊一内閣委員長の2名が解任された。翌年1月、通常国会の開会により、経済産業委員長に再任。2015年11月、改選を迎える第24回参議院議員通常選挙に出馬しない意向を表明し、自身の後継に福岡放送アナウンサーの子がこれ人を指名した。2017年9月22日、 クルメ市長選挙に無所属で立候補する意向を表明。民間のキャリアや中央政界へのパイプを生かした、クルメ市のブランド価値の向上に向けたトップセールスや産業の誘致を掲げ、奈良原敏則市長による2期8年の姿勢については継承を訴え、元クルメ大学教授の宮原信太からに候補を破り、当選した。ありがとうございます。